にちは。こんにちは。巨人の坂本勇人選手が2000本安打達成しました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー見事な、ね、なんか坂本らしい勇人らしいヒットだったね。ちょっと泳ぎ気味で打ちましたけど、なんかまあ感動したな。本当に嬉しそうですよね。いや嬉しいよ、なんか嬉しい、自分のことのように嬉しい。豊さん、坂本選手大好きですね。大好き、ね、大好き、本当好きですよね。これなんで好きかというとさ、あの朗らかな笑顔あれを見るとなんかホッとするというかさ、はい、あと人懐っこさ、はい、まあそういうのがあるんだよね彼にはね、はい、だから今年はグラウンドに降りれないけど、はい、いつも行ったら挨拶に来てくれてみたいな、はいはい。坂本選手、豊さん、うん、初めて出会ったのは、出会ったのは、はい、彼が2年目の時かな、宮崎キャンプで原監督がトコトコっと来てさ、はい、ちょっと昼飯一緒に食おうよっていうの、はい、で食堂行ったらどうしたのって言ったら、あのね、坂本勇人って今ちょっとショートやらしてんだけど、はい、あいついいんだよねって言うわけ、うん、だから豊さ、ちょっと見といてくんないって言われて、坂本に注目するようになったの。それが最初の。それが最初。それで、ご飯食べた後にこう坂本をこう追ってたんだけど、はい、坂本勇人を、はい。なんかひょろひょろ背が高くてさ、はい、痩せ細ってて、なんか大丈夫かなって、もやしみたいな感じだったの、最初ね。でも、なんかすごくオーラというか、なんかすごく動きにもセンスがあったし、なんかオーラを感じて、で臆することもなく先輩の中に入ってやってたのがすごく印象に残ってんの、それが最初の印象です。最初の印象だったね。でそれから注目して、それから注目するようになってきて、はい、そしたらなんかこう成績を残すようになったじゃない。で第二次政権の時に、はい、原監督が俺にね、おい豊か、うちのチームで一番勝負強いやつって誰だと思うって言うから、もう即答した、はい、坂本勇人だって。その時なんでそう思うのって言ったら、はい、いやあいつの生い立ちと、はい、まあ生い立ちっていうのはやんちゃだったのね、やっぱりやんちゃで、生い立ちとやっぱこのスタイル、はい、野球のスタイルだとか、はい、でその間にちょっと飲んだりもしてて、切符の良さっていうのがあるわけよ。あ、こいつはできるなと思ったのね。で、パリーグだったら中田翔、セリーグだったら坂本勇人が、やっぱもうこれはもう2人は飛び抜けてるって俺は言った。勝負強さがね、究極に。はい。そしたら原監督がなんか3番かなんか使って、はい。そしたら結果を残したわけ。まあ俺の助言がそうさせたのかどうかは分からないけどさ。はい。いやだけどさ、勝負強さといえば、はい、まあサヨナラも10回、はい、記録してるしね、はい、やっぱりタイトルもさ、はい、にも表れてるよね。2012年に最多安打、はい、最多安打、これ長野と分け合ってるんだよね。並んで取ろうみたいな、はい、で仲良しで取って、はい、で2016年に首位打者と、はい、最高出塁率ね、はい、取ってるよね。で何が彼のすごいかというとさ、はい、やっぱ俺も二遊間をやってきて、で最初セカンドからスタートしたんだけど、2年間ショートやったけどね、もうね精神的にヘトヘトになるわけ。これなぜかというと、もうね一つのジャックルだとか一つのスタート一歩の切り方でもうランナーセーフになるし、試合を左右しかねないのね。そこをさずっと守りながらタイトルを取り、そして2000本まで到達したという、いやもう超人としか俺思えないんだよ。これを十数年間やる、これはね坂本しかできないんじゃないかなっていうふうに思うぐらいのやっぱ数々の数字を残してる。でショートに至って守備率が9割7分8厘だっけ、はい、この数字もね、で今年は4個今現在ね、4個しかしてないという。でまあおそらくキャリアでも最高の数字を出してくると思うんだけど、でもこれが31歳でさ、はい、それを出してくるっていうのがやっぱすごいと思うのね。でその中、その
過酷なポジションの中で2000本打つっていうのはやっぱすごいなと思うよね。それもキャプテンやりながら、チームの勝敗、いろんなものを背負いながらここまで到達してきたっていうのはやっぱ彼の努力、で努力といえばさ、やっぱあれだけの選手なのに、まあ例えば筒香だとかさ、中田翔だとかさ、秋山とか、まあ山田哲人にもそうだけど、バッティングのことを聞くっていうんだよね。聞いて自分の中に取り入れていく、そのなんかこう素直さがさ、やっぱ彼の一番いいところなのかなっていう。だから朗らかであり素直であり、そんで切符がいいという、だから人望もね絶対熱いはずだよね、だからやっぱキャプテンっていう役割も、ああそれはね責任っていうことですね。もう責任中の責任じゃないの。で千葉ロッテとやってる時に、はい、ちょっと抑えのピッチャー忘れたけど外国人がね、はい、打たれたの、はい、でピンチを迎えたの、はい、で坂本が寄ってきた時に何どうすんのかなと思ったらずっと笑ってるの。何か言葉をかける、かける、いやかけながら笑ってるわけ、はい、だからあれを見た時に、あ人としての大きさっていうのもすごく感じたんだよね。それも優勝争いだとかしてる時に、はいはい、あのそういうことができるというのがさ、やっぱ坂本の人間力だなっていうふうに思ってるんだよね。で、まあ2000本打った早々にこういうことを言うのも変だけど、はい、まあ最年少記録、右打者とかね、はい、作ったんだけど、まだ31歳ってなるとさ、やっぱ3000本打ってほしいんだよね。もう俺2000本っていう、こう周りが騒ぐ前に、はい、ハヤトにはお前3000本行けよって言えば言ってたの。はい、どうなの。いや、いやだからさ、それはねまだ2000も打ってないのに、それは無理ですよって、それはしんどいですよって言ってても、はい、でもこの若さで行けば3000本はいけるよね。でまだ体元気だしさ、はい、今年はなんかコロナのね影響 で、ね、まあちょっとあの体調も崩した時期もあったけども。はい、だけどもあのそれを乗り越えてね、でインフルエンザに2回かかったりだとかさ、非常に体調面では苦しんだ年だと思うんだけど、だけどそれを乗り越えてなんかね、まあ、原監督も言ってたけど、なんか課題を出すとそれをすぐ超えていくっていう隼人は、そのぐらいのこう精神力の強い選手だし、だから3000本という壁がね、はい、立ちはだかってると思うよ。だけど彼はやっぱ負けないで、へこたれないで俺はそこまで行くような気がする。ただその時にはショートは守ってないと思うけど、はい、まあこれから何年後にはサードに行ったり、はい、まあ、セカンド行ったりファースト行ったりしてんのかなっては思うけど、でも今のジャイアンツで彼なくしてやっぱ考えられないんだよね。だからあの本当になんかこう自分のことのように嬉しいし、本当に、いや嬉しい嬉しい、はい、だからあの勝負強さは、だから思い出すのがやっぱこの原監督と共に歩んだね、現役生活だと思うけど、はい、あの阿部慎之助とね、はい、で阿部慎之助のダイソーで出たのが初出場だったし、はい、足が速かった、ね、足も速かった。だから盗塁も、通算で150、今シーズンで156やってるよね、はい、だからショートのポジションで膝を痛めながらなんだけども、はい、なんか高走手3拍子揃ってる、いや本当に素敵なショートだと思うしね。で186身長186センチな、はい、まあ、その大型ショートがさ、はい、やっぱこう器用にやってる姿っていうのは、まあいつまでも絵になるなっていうふうに思うしね。かっこいいですね。かっこいいよね、はい、だからあのいつまでも頑張ってほしいと思うし、やっぱ3000本の壁が来たからね。壁は乗り越えなきゃいけないし、また乗り越えてきたし、はい、
で、まあ俺がバーをやってる時に、はい、隼人も飲みに来てくれて、うん、まあその時に野球の話をするんだよね、うん、野球の、いや野球を離れた飲み方をしたいのね彼は、うん、でも俺には野球の話を聞いてきたりだとか、うん、で原監督はなお前のことをこう言ってたんだよって、まあだからもう本当に子供の頃、はい、ね、はい、あの選手を見といてくれって俺にお願いするんだよって、でそのぐらいな、隼人お前には原監督が愛情持ってんだよって、誰が勝負強いのかなって聞かれた時にもう開口一番、もう井の一番で坂本隼人って言ったんだよっていう話をものすごく嬉しそうに聞いてた隼人を思い出すんだよね、うん、だからまあいつまでもね、これがまあこれは本当に隼人にとっては通過点だし、そうだな、やっぱ3000本はいかなきゃいかんな、うん、まあとりあえず一区切りとしてね、まあ本当におめでとう、素晴らしい記録です ね、もう若い時はねやんちゃでね、もういろんなことやってたけど、はい、だんだん大人になり、やっぱ素敵な大人になっていってるよね、うん、まあ、人間性も兼ね備えた、やっぱ素晴らしいなんか2000本アンダーだったと思います、はい、3000本目指してね、諦めずに頑張ってください、はい、おめでとう、おめでとうございます。